スーパーカブシー125のエアクリーナー交換、ベックシールド外さずに15分で完了。作業を始める前に養生テープを貼りましょう。右側2箇所、狭いので短尺ドライバーを使います。新旧比較、結構汚れてますね。逆の手順で戻しますが、コツがあります。ハンドルを左いっぱいに切ります。カバー右側を上向きに挿入します。スローで。フィルターが落ちないよう押し付けながら。ここで回転してセットします。フェンダーに当たるので養生テープ必須です。締めていきましょう。エプロンはブッシュリベット固定。